タイの乳酸と麺です。これ細いんですね。細いんですけど量が少ない。で、よくソースを絡むので、今日はこれを使いますので、このヤムソースを。八本チャンネル。はい。今日はヤムンセンの、ヤムママっていうんですけど、インスタントラーメンとヤムンセンの合わせつで、春雨の代わりにインスタントの麺を使う料理です。屋台とかで食べれます。タイのインスタントはこうね、このマママークがあって、これはインスタントのメーカーなんですけど、スープといろいろあって、まあ、大体麺ですね。インスタント麺が結構有名ですね。これはタイの方ですけど、あとタイの麺ですけど、これがタイのインスタント麺です。ちょっと細いんですね。細くてちょっと量が少ない。で、これは日本の麺ですけど、太い、ちょっと多いし、この細いこの麺がヤムンセンのヤムママに合います。よくソースと絡むんで、今日はこれを使いますんで、はい。こんなちっちゃいですね。細いですね。これはタイのインスタント麺です。ここで火通ればそれで、あとちょっと見せしめちゃいますけど、ここがこちらで、これヤムンセンの材料ここにあります。もう大体煮ます。いろいろもうひき肉とかエビ、あとは春雨、イカとか一回茹でですね、茹でて、チャンネル登録お願いいたします。よろしくお願いいたします。ひき肉、きくらげですね。とうがん、セロリ、セロリ、あとキュウリ、キュウリ、あと赤玉とトマト、ね、これいつも春雨とか入るんですけど、今回は中華麺でやる料理ですね。で、これにまあ、お好みの辛さ、だいたい、ちょっとぐらい。まあ、お好みですけど、まあ、ちょっと唐辛子を入れますね。で、僕は、ライム1個絞ります。で、ライムを。あとは、ヤムンセンのソースなんで、それを絡めます。ヤムソースを絡めますね。これ春雨なら、これが春雨入っても出来上がるんですけど、今回は中華麺で上からかけます。はい、調合室から、一回材料揃ったらあっという間できちゃいますね。ステーキを、これは先ほどの茹でたタイのインスタント麺です。あとは、はい、こうすれば、ヤムンセンのサラダが麺が入った一品料理って感じで、一食って感じになりますね。はい、ヤムママです。
ございます。チャンネル登録と高評価をお願いいたします。よろしくお願いいたします。うまっ、うまっ、うまっ。